インベスター Z は、三田のリフサによる日本の漫画、モーニングにて2013年28号から2017年29号まで、連載。投資をテーマにした作品で、実在の人物や、エンゼルバンクマイナスドラゴン桜ガイデンマイナスや、マネーの拳の登場人物も登場する。話数表記は、クレジット。会社4期法は、インベスター Z を表して、投資ビギナーにも、 一定の経験を積んだ投資家にも勝つための気づきを与えてくれると述べている。制作にあたっては、証券関係者や企業経営者を取材して、実際の投資に役立つエピソードを盛り込んでいる。本作が評価され、三田は投資セミナーでの登壇も行っている。2015年7月には会社4期報が、作中に登場したことに合わせて、モーニング発売日と同時に登場する。 クレジット九十八天才とオタクが会社四期法オンラインに公開されている。二千十六年には、コミック一巻分、堀江隆文のインタビュー、横山国夫の投資コラムを収録したビジネス書として、漫画でわかるお金の教科書インベスター Z が発売された。二千十七年四月には、電子書籍版の一巻が一円、二巻が二円と十五巻の十五円まで、一巻ごとに一円ずつ、 値上げした金額で期間限定販売するキャンペーンを実施した。同年10月23日にコミックス最終21巻が発売された際には電子書籍版の1巻から20巻までも時間限定で1冊5円で販売した。amazon ランキング大賞2017のキンドル e 本総合では本作が第3位となっている。本作の投資部をモデルとし、 福岡県内の大学生向けの学生スタートアップや投資を行うスタートアップ投資部が2017年に発足している。2018年7月にはテレビ東京系にてテレビドラマ化されている。北海道札幌市にある道塾学園は全国屈指の学業成績を誇る私立の男子中高一貫校。炭鉱開発や漁業によって財を成した交渉。 富士多金七により創設された。彼の方針により、開校以来生徒やその家族には授業料などの金銭的負担を一切かけないことになっている。入学試験満点の成績で、道塾に入学した財前隆は、始行初日の放課後に野球部の活動に加わろうとしていたところ、ちょうど野球部まで案内するという先輩に出会う。しかし、行き先は、 校内図書館奥の扉からさらに先にある地下室であった。そこで麻雀をして遊んでいた数人の生徒は自分たちは学校の運営資金を稼ぎ出す投資部であると名乗る。財前は得体の知れない投資部という存在に疑念を抱きながらも麻雀で遊べるのならということで活動に参加することにする。株式、ベンチャー企業への投資といった。 いろんな分野での資金運用を行っていた財前は、道塾の創設者、藤田金七のヤシャである、藤田美雪と知り合い、自身の祖,祖父、財前達五郎が、投資部の設立者であることを知る。ベンチャー企業への投資の会合で、美雪の兄、藤田真嗣と知り合い、些細なことから口論になり、投資部の存続をかけた三番勝負を行うことになる。一番目の FX 取引は、 僅差で財前が勝利。二番目の不動産投資は財前の油断もあって投資への情熱を再確認した新事が勝利。三番目は財前の勝利となる。新年度になり財前が新入部員候補を部室の入り口まで連れ出したところで物語は終わる。声は2014年の遠足でのモーションコミック版。学校創設当初は 富士家の番頭らにより運営費を得るための投資活動が行われていたが、後に、そこへ、財前高の祖,祖父、財前達五郎が加わり、より多くの利益を得るようになった。龍五郎の提案によって、頭の固い老人より、優秀な生徒らの柔軟な思考による投資活動を行うべく投資部を設立。以後百年以上にわたり、最優秀成績の新入生を入部させ、 校内の地下室で秘密裏に活動している。同塾学園では表向き、創始者、藤田一族の財団により、生徒個人にかかる学費が払われているとされているが、実態は、投資部員が学園の資産3000億円を運用した利回りにより、学食で提供される食事や、教職員の給与、施設の維持拡張に至るまで全ての経費が、賄われている。桂影学園は、 明治後期に創立された東京の中高一貫女子校。東大合格60名と女子校では日本一の進学実績を誇る。女子後三夜では筆頭の地位を誇る。藤田美幸が同塾学園に対抗する形で投資部インベスター P を設立する。名前の由来はメンバー全員の名字に伝の字が入っているため、同塾のものとは違い、こちらは 施設サークルである。作中に登場する実在の実業家には、亀山刑事、麻生岩尾といったメディア露出の低い人物も含まれているが、本作が漫画ということで登場している。2018年7月14日から9月29日まで、テレビ東京系のドラマ25枠で毎週土曜0時52分1時23分にて放送。主役。 財前隆を演じる清水博成は本作が連続テレビドラマ初主演となる。原作のテイストを最大限活かすべく経済、投資に関する要素が多数盛り込まれる、いわばシニア版、ドラマビズ的な作りを目指しており、実在企業、著名な企業人が実名で登場する。また放送開始時点で原作がすでに完結していることもあり、情報のアップデートが行われ、 2018年ならではの人物も登場するとのこと。このほか放送中に社長インタビュー動画配信も予定している。ドラマ化にあたり原作者の水戸のリフサはどうせやるならドラマの常識をぶっ壊してほしいとの営業を寄せている。主要人物その他の人物ゲスト第2話第3話、第4話第5話第6話、第7話第8話第9話第10話、第11話、第12話。 ありがとうございます。